に質問です。皆さんは猫好きですか？はい。あー、いっぱいでありがとうございます。じゃあせっかくなのでもう一度聞きます。私が今から皆さんに猫好きですかって聞くので、猫が好きな人は大きな声でニャーって言ってください。本気ですよ。いいですか？じゃあまずは子供たちと女性の方からいきましょう。元気よく可愛くお願いします。それではいきますよ。子供たちと女性の方、猫を好きですか？男性の方いきますよ。準備はいいですか？期待してますよ。それではいきましょう。男性の方、猫を好きですか？いやありがとうございます。寒気がしました。いや、嘘だ。皆さん猫好きみたいでよかったです。今日はここキャプトンスパリットで猫たちに猫たちの身体能力の高さを見せてもらいましょう。ということで早速トップバッターをご紹介。あちら坂の上にご注目、ビアエル、どうぞ。さあ元気いっぱい2頭の猫が登場です。やってきたのはエキゾチックショートヘア、こちらがエール、そしてビアと言います。この2頭には早速かっこいいジャンプ技を披露してもらいましょう。まずは台から背中にジャンプ。 OK、 決まりました。足首に挑戦。足首はこんな風に足の間をスムーズにリッチに進んでいきます。もしリッチにリッチに始まってきているのがゴール、ピアもゴールできました。さあそれでは次は早速皆さんにご協力をお願いします。今からバッタをお持ちの福田様、ご協力をお願いします。今からビアとエールが協力してジャンプしに行きます。言われた通りしっかりと持っていてくださいね。よし、それではあちらビア君からスタートしましょう。それではビアバックジャンプスタート。頑張ってね。1本目は青い輪っか、ゆっくりだな、ずいぶんゆっくりだな。おいおいおい、違う違う、もう一回行くよ。ビアしっかりとね、助走つけていきましょう。エールも待ってるよ。それではもう一度リベンジ、もう一度スタート。1本目 OK、 2本目は黄色、ラストは赤、赤になりました。さあのんびり朝のビアバッチリ。よし、それではこちらエールスピーディーに行きますよ。それではエールの輪っかジャンプ1、2、3、スタート。1本目は青、2本目黄色、ラストは決まりました。さあそれでは次に使う道具、それはこちら、この輪っかを使って輪っかジャンプに挑戦です。さっきよりもぐーっと高さの上がったハイジャンプに挑戦。それではビアとエール高い輪っかジャンプ、エールキー、そしてビアもジャンプ。頑張った2頭はここでお別れ、最後は可愛らしくフィニッシュを決めましょう。それではいきますよ、リアとエール、せーの、ハイタッチ。 OK、 頑張ってきました。頑張ったのはリアとエールでした。トップバッターを務めた2頭とはここでお別れ。さて次に使うのはこちら、これはボタンです。耳を澄まして聞いてください。ピンポンピンポン、丸のボタンとバツのボタン、この2つのボタンを使って今から猫にいろんな質問をしてみたいと思います。それではご紹介しましょう。私の後ろから登場です、みやこ。かわいらしい子がやってきてくれました。やってきたのはミックス、名前はみやこと言います。それでは早速質問をしていきましょう。みやこはちゃんと意思表示することができるんです。それではいきますよ。まずはじゃあおやつとしてあげてるお肉が好きかどうか聞いてみましょう。それではみやこ、お肉は好きですか？
何それ、オスのオサダイのオサダイ。じゃあもう一回いきますよ。ミヤコ、お肉は好きですか？お肉は好きですか？ピンポン、オッケー、大好きだそうです。よし、じゃあ次、猫のおやつの大定番チュール。それではチュールは好きかな？もう悩んでるけど、はい、ミヤコ、もう一度、チュール好き？え、好きじゃないの？ちょっとびっくり、なんでおかしいよね。じゃあ最後の質問、究極の質問です。私が好きかどうか聞いてみましょう。いつもね、お世話をしているのできっと丸を押してくれるはず。それではいきますよ。ミヤコ、私のこと好き？もう一度、私のことは好きかな？考えてるけど、はい、私のこと好き？バスで、ちょっとおかしい。ミヤコ、よく考えてね。もう一回、ラストいくよ。ね、空気読んでね、ミヤコ。よし、それではいきましょう。ミヤコ、ラスト、私のこと好き？スカスカじゃなくて、私のこと好き？もう一度、好きかな？マジで、ちょっと。わかった、ミヤコ。後でね、後で話があります。じゃあ、そういうことだね。次に使うのはこのボール。このボールを使って猫の仮の姿を見ていきましょう。早速登場してもらいましょう。あちら、坂の上にご注目。ウーロン、さあやってきたのはベンガル。名前はウーロン。足元失礼。ベンガルは猫に最も近い種です。運動神経が抜群、捕らえたいものはしっかりと私の元まで持ってきてくれるんです。それではもう一度いきましょう。ウーロンのハンティング成功なるか？ OK、 できました。さあ、はい、それでは次はレベルアップ。今度はこの空中に浮いた獲物をジャンプで捕らえてもらいましょう。さあ、それではウーロン、かっこよく最後締めくくることができるのか。ウーロンのハイジャンプ、しっかりと体のバネを使っていかないのかい。もう一度と、ここ、よし、来た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 、やる気が上がってきたようですよ、ウーロン。よし、来た来た来た、うん、オッケー、できました。見事、かっこいい仮の姿を見せてくれました。頑張ったな、ベンガル、ウーロンでした。さて、次の猫はというと、なんとバランス感覚を披露してくれるようです。ということは、お、大正解。次に使うのはこの中央にある長い長い綱渡り。挑戦する方をご紹介しましょう。こちらの大きな樽にご注目。バカラー、どんな猫が来るんでしょうか。さあ、来ました。やってきたのはロシアンブルー。名前はワカバと言います。それでは若葉がこの長い長い綱渡りに挑戦です。見事最後まで渡り切ることはできるんでしょうか。それでは集中力を高めていきましょう。まずは螺旋階段を登ってスタート台にスタンバイ。それでは集中力を高めてスタート。さあ、渡り始めました。どうですか、このバランス感覚。気をつけて、おお、この尻尾を使って上手にバランスをとっています。最後まで慎重に頑張ってね。ゆっくりとゆっくりと端まで行って、うーん、かぶってきました。いやー、ひやひやしました。なんと若葉はもう一度披露してくれるようです。それではあと半分手拍子で応援です。どんぼれ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 、バランス感覚を披露したのはロシアンブルーのワカバでした。ワカバはやってきたこちらの樽の中へと帰っていくようです。
ちゃんとね、お家まで帰ることができました。さて、実はここキャットストリートには若葉の他にもバランス感覚を披露したい猫がいるようです。次に使うのはこの丸太。なんとこの丸太に猫が4本足で華麗に乗りこなすようです。さて、じゃあ次の猫どこから来るか探してください。呼んでみましょう。ラマー、さあどこですか。ほら怪しいとこあるよね。どこ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 、近づいてきてるよ。え、どこどこ、ほら足音が聞こえる聞こえる聞こえる。どこ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 、もうちょっと。バランス感覚を披露です。そう、乗って押し押し、もう一度。そう、この丸太に華麗に乗りこなしてもらいましょう。ラバちゃん、ラバちゃん、スリスリじゃなくて、スリスリじゃなくて、はい、よし、この丸太に乗って、そう、乗って乗って乗って、そう、どうですか、見てください。押し押し押し、もう一度ここに来て。さあ、それではスリスリじゃなくて、よし、はい、乗って、そう、乗って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 、どうですか、見てください。ほら完璧、どうですか、ほらほらほら、ここまで来てストップしていきました。え、何ですか、何か笑ってる方いるんですけど、え、何、なんかおかしかったかな。しょうがないな、じゃあもう一回チャレンジしましょう。じゃあ今度ボール、ここにセットしましょう。よし、じゃあ皆さん今度こそ見逃さないようによく見ていてくださいね。そう、乗って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 、ほら見てください、どうですか。ほら、何回見ても2本足です。後ろ足持ってないよ。ということで、ここまで来てラバの丸太乗りならぬ丸太転がしでした。失礼しました。ちょっとこの丸太、ラバにとってはちょっと小さかったようですね。じゃあもうちょっと乗りやすい道具を準備しましょう。次に使うのはこちら。